もジョーカーズの海と江戸と経験です。はい、何やるんですか。いや、お前の経験でしょ。久しぶりに来てヘラヘラしやがってことヘラヘラしやがって。今日はね、コスパのいい動画を撮ろうと思って。金がかからん。全然かからない。ちょっと若干自分に負担がかかるかなっていう。そっちの方が心配。何をやるかっていうと、人間ってくしゃみをするときにどうしてもね、自然に目をつむっちゃうんですよ。キシンってこう、ここにね、口に力を込めるから反射的にこう目をつむっちゃうんですよ、人間って。そこで逆の発想をした。くしゃみをして目をつむらずにかっこよくこう決めたいっていう。ただただその動画でございます。一番辛いところでやるっていう。そうそう。アクションってことでしょ。そう、こんな感じでね。どうなのね、できるかもわかんないし。そう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 。とりあえずくしゃみしてみる。くしゃみしてみましょう。出ないかもしれない。なんでなんだろうね、これ。あー、くすぐって。嘘じゃん。出ないんだけど、どうしよう。緊張してる。まあまあ、こんな感じでね、くしゃみってそんな変な感じじゃないですか。で、それをかっこよくやりたい。そう。早速挑戦しましょう。やりましょう。じゃあちょうど茶金やってるんで。全部できる。決めた？今決めたのかな？いや、ちゃんと見なかった。ちょっと待って、ティッシュの先っちょに血がついてる。嘘、俺鼻血？甘いんだよ。いいよいいよいいよ、全然くだらない企画だ。超くだらない。やったと思った。今ね、たくみさん入ってきたんで。くしゃみの先生来たけどね。決まったで、今やっとできた、くしゃみが。かっこよかった今。かっこよかったと思うよ。これね、眩しいもん見えると出んだよ。あ、ちょっと鼻水でティッシュが劣化してきた。マジじゃねえよ。もうちょっとだった今。俺も結構マジで。お、すげえ。なんでね。フェニスさん、口閉じてやっていいの。いや、お前今こうやってやっちゃったじゃん。はい、ということでね、どうでした。顔はお前成功してた。絶対俺目つまらない。ということでね、今世紀最大のね、コスパのいい動画だったんじゃないかなと。そうだね。またね、次回なんか面白いもの企画あったら持ってきますので、今後ご期待で。以上、ジョーカーズでした。ありがとうございます。